では皆さんこんにちは。では課題曲3の講習を始めさせていただきます。講師を務めます獅子倉と申します。よろしくお願いします。はい、モデルバンドは専属ウィンドシンフォニーの皆さんです。拍手お願いします。はい、では、課題曲3番ある英雄の記憶、虹の国と氷の国ですかね。はい、今高校生の方がいらっしゃいますけども、この曲をコンクールでやるという方は、あ、まだそういうわけではない、あ、決まりますか。はい、僕もこれいくつかの学校でこう練習を 見ました。高校生を使ってで、かなり人気が高いですね。やっぱり高校生や中高生の中で5曲でどれが一番いいですかって聞くと、圧倒的に3番を挙げる傾向にありますね。おそらくそのやっていて気持ちがいいんでしょうかね。うん、あのかっこいいというか、その英雄っていうそのテーマがすごく、タイトルがすごくこう曲から伺えますよね。中高生にはすごく人気が高い曲で、オーケストレーション、あの楽譜の書き方もすごくやっぱり素晴らしくて、よくなるように書かれています。ただしこれは、よくなるというのはバンドによって差が出ると思います。普段から個人の基礎練習やパートの基礎ってありますよね。パートで全員でやる基礎練習、ああいう練習が充実していると必ずこれはいい音がする譜面です。でそういうところをあまりこう意識をしてないで毎日の練習をしていて、やっているバンドはそんなに、そのやっているバンドとやってないバンドではやっぱり差が出てくると思います。でもしこの曲をまあやるんであれば、この曲に限らず何でもそうですけども、やっぱり基礎練習をしっかり積んで、自分の楽器が鳴るようにしておくと、この楽譜がさらに鳴るようになるという予想をしています。なので基礎練習がすごく大事な要素になるかなと思います。はい、では、まずイントロからやっていきたいと思います。まず最初トランペットにいきなりメロディーが出てきますけども、トランペットの、3小節目のタッタッタッターンっていうこの四分音符、そこでやっぱりどうしてもブレス取りたくなりますよね。トランペットの人います？今、はい、そこでブレス取りたくなるよね。うん、やっぱりそれが自然だと思います。ただそこでブレスを取ってタッ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 っていう演奏も結構何度か聞いてます。あの練習の中でね、そこの四分音符の吹き方がすごく大事です。タッタッタッターン、タンタンタン、ラタタタン、タタタタン、タタタタ、タタタタと腰をついてしまうと、ここの音楽がすごくもったいないものになってしまいます。ちょっと両方やってみましょう。トランペットの人、3小節目のその四分音符をあえて短く吹いて、次の音に行くところにブレスを大きく取ってみてください。頭からやります。3。はいはいはい、まあ、今あえてやってもらったのですごく分かりやすかったですけども、今度はじゃあそこをもっとつなげるような感じで、タタタターン、タタタターンとうまく取ってください。はい、どうぞ。3。はいはい、ありがとうございます。やっぱりこう聞きたいですよね、どうしてもね。だからその四分音符の吹き方はすごく重要なので、これはあらかじめ知っておくといいかなと思います。それから、今度は木管の方ですね。オーボエ、クラリネット、アルトクラ、アルトサックス、テナーサックス、4小節目5小節目、そこに3連符8分音符っていう動きが出てきますけども、この3拍目の8分音符はすごく突っ込みやすいです。前に3連符を吹いているので、タタタタタ、こういうことがよくあります。だこの3拍目の8分音符っていうのは少し念入りに、タラララララ2とと3とで、この切り替えを少し念入りにやった方が、明確になると思います。ちょっとやってみてください。4、5とその動きの人、どうぞ。はい、3。はい、あ、OK です。4、5です。はい、その伸ばしの音はやらなくていいです。はい、3。はい、はいはい、
タタティタタ、2とと3と、ここの切り替えをもっと明確にしてください。もう一度3、はい、はいはいはい、すごく今明確になりましたね。これが滑りやすいです。タリラララとそのまま3連符感覚でいってしまう演奏が結構あると思いますので、ここは気をつけましょう。はい、では、その次の A のところですね。 A は、今度はフルート、フルート1個とか木管のメロディー、それからトラン、ホルンですか、これはホルン、今度は3連符に対してタータタというリズムが出てきます。これがよく3連符に寄りがちになるんですよね。3連符ってこう3つあって、ここ2つ足して四分音符プラス八分音符の3連符ってありますよね。タタ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 、これがこのリズムがそれになりがちです。タタ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 リラララララ、この違いは大きいですよね。ちょっとそれをやってみましょう。 A からその動きのある人であえてそのタタタを3連符的に吹いてください。はい、3、はい、はい、じゃあちょっとフルートでやってみましょうか。ピッコロフルート、エスクラでどうぞ。はい、3、はい、はい、そうです。はい、今完全に3連符になってます。もうこういう風になる演奏多いです。じゃあ4拍目のそのタリラーをこの楽譜にしてください。はい、3、はい、はい、そうです。はい、違いますよね。この3連符との違いっていうのはすごく大事なので、最初の悪い例にならないように気をつけましょう。はい、では全員で、ね、頭から B までやってみます。今良かったと思います。イントロの中で結構ポイントがありましたね。3箇所ぐらいありましたけども、そこが今クリアされるとすごく明確になりましたので、今のところをよく注意をして演奏しましょう。はい、その次は B からです。 B からその英雄と思われるようなメロディーが出てきますけども、変拍子になっていて、1小節ごとにこう4拍子3拍子と出てきますけども、フレーズとしては4プラス2というのは4小節プラス2だと思ってください。 1,2,3,4,1,2,3,1,2,3,4,1,2,3、 これで、1つで残り、1,2,3,4,1,2,3、 わかりますよね。 4プラス2というフレージングで、それで、ターンタターンというリズムは小節頭に来る場合は軽く重心を乗せて、で例えば3拍目あるいは3、4拍に来るところはアーフタクト的に捉えて同じ重さにならない。タラララタラララじゃなくてタララタララ、わかります？その捉え方としては、小節の頭に来るときは軽く重心を乗せて、そうじゃないところは少し浮かせるような気持ちで。じゃあそのメロディーのグループやってみましょう。 B から、はい、どうぞ。3 重心、はい、もう一度いきます。だから13小節目、15小節目、16小節目で、17は3連符ですけど、その小節頭は少し重心を感じて適度にやります。もう一度3、はい、重心狙って狙う、はい、
これがあまりやりすぎるとすごくフレーズとしてぎこちなくなってしまうんですけども、ダン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 ランタタンっていかれてしまうとポイントがなくなります。ランパパンラララン、パンパンパンヤンパパン、そういう意味での重心ですね。強くではなくて、音楽をフレーズを作る上でのポイントだと思ってください。で、同じようなことが C から今度は楽器が変わってクラリネット、サックスあたりに出てきます。それも同じように 4プラス2というフレージングにして同じ重心をかけるようにやるといいかなと思います。で、ここには C のところは対旋律が現れます。バスーン、1番トロンボン、ユーフォニウム、今の主旋律の吹き方に合わせて19小節目のそのランパパーンというリズムはヤンタターンと主旋律がそう吹いているので、やっぱり同じニュアンスになるのが一番いいです。ただしこれスラーになっているのでタータタと吹いてしまいがちなんですよね。これはターンパパーンとならないと主旋律となんか統一感が出てこないです。ちょっとそれやってみましょう。バスーン、トロンボン、ファースト、ユーフォニウム、C からどうぞ。はい、3、はい。はいはい、OK です。じゃあ今度あえてタータータと平らに吹いてみてください。せーの。はい、もっと平らに吹ける。タータータって練習なのでわざとらしくそういう風にしてみて。3、はい。はい、こう吹いてしまうと主旋律も一緒にそのタイミングでヤンタターンとやってます。なので全く性格が変わってしまうので最初にやった感じがいいと思います。じゃあもう一度戻してランパパに戻してください。はい、3、はい。はい、そうです。はい、この違いはかなりあると思います。ここは今のように音の形がつくといいかなと思います。それで、じゃあ皆さんでやってみましょう。全員で B から D までをやってみます。今クライネットサックスやりませんでしたけども、1918からのメロディーはさっきのユーフォニウムとかと同様にしてください。はい、じゃあ B からどうぞ。全員で3、はい。はい、ありがとうございました。じゃあ次です、D からですね。 D はテンポが急に変わります。23小節目のリタルダンドした後急にそこで変わりますので、そこは式をよく見てテンポに対応するということがまず大事です。じゃあそこやってみましょう。23、4の頭まで全員でやってみてください。はい、3、はい。もう一度どうぞ。はい、せーの。はい、そうです。はい、で、そのここで変わるぞっていう瞬間にサスペンダーシンバルがふわーっとうまく押し上げてくれると、その次の音楽に行きやすいので、ここは式とサスペンダーシンバルがすごく大事になってきます。はい、じゃあ今度は D のところですけども、サックスホルンに伴奏系が出てくるんですけど、これはこの前高校生だった時にもう最初からなってました。タタ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 って四分音符がその前に3連符を吹いてるので、もう四分音符が3連符1個分ぐらいの長さになってすごく短いっていう、まあそういう現象が起きました。タタ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 、これはタタタタンタタタタンタタタタンっていうに適度な四分音符の長さがいいと思います。長いと言ってもタタタタとは絶対ならないので、曲の雰囲気からしてそれはないです。タタタタンタタタタンタタタタンと適度な長さでやるのが一番いいかなと思います。はい、それからその次です。 E のところ、
あ、失礼しました。 E じゃないですね。 F のところです。失礼しました。 F のところ、ここは、木管のメロディー、クライネット、ピッコロ、フルート、オーボエ。ここは4拍子で書いてあるんですけども、ちょっとフレーズを大きく取るために2分の2のような捉え方がいいと思います。タラリラリララタラララララ、こう拍を追いかけるというよりも、ティアララリララと少し大きく取って、今一度やってみましょう。そのクラリネット、スクラの人ですね、はい、F からどうぞ。その後フルート、オーボエ入ってきてください。ワン、ツー、スリー。そうです。2分の2で捉える方がフレーズがすごく大きく捉えられると思うので、タータータとこう拍を追っかけると、どうしてもこう細かいフレーズになってしまいます。なので少し大きめに取る方がここはいいかなと思います。それからそこのホルンなんですけども、 F、 ここ3連符で伴奏をやってるんですけど、ここは非常にハーモニーが綺麗なところなんですよね。ちょっとそれを今やってみますので。ホルンの人じゃロングトーン練習で伸ばし練習に変えて、休符も埋めてやってみてください。で、少しゆっくりやります。ワン、ツー、スリー。はい、ありがとうございます。すごくこのハーモニーだけで十分音楽になるぐらい美しいハーモニーですよね。これを3連符で切ってしまう、切って、で、このハーモニー感が出ないのはすごくもったいないです。残念です。なのでこの3連符は、スタッカートと書いてあっても、この響きが伝わるぐらいのスタッカートにした方がいいと思います。ではちょっとスタッカートにしてテンポでやってみますね。はい、ワン、ツー、スリー。はい、ありがとうございます。はい、でなかなかこういう特にファーストホルンなんか結構音域が高いので、スタッカートで吹くのは難しいです。なので先ほどの伸ばし練習をやった後、もっとそれをパターンを、例えば四分音符でタータータータに変えるとか、あるいは8分音符に変えるとか、で3連符にしても手ヌート吹きの3連符で練習して、で最終的にスタッカートの音符にしてどうするかみたいな、そういう練習を積んでいくとサウンド感が出てくると思いますので、そういう練習を取り入れてやってみてください。ここのハーモニーはすごく綺麗なので。はい、それから43小節目、4小節目。ここはトランペットとホルンに、これはフランス語ですよね、アンドオールという、前学語が書いてあるんですけど、これは表に出すという意味のようです。つまりここはこのグループが主旋律になって、ランパパンパパーン、ランパパンパラーンとこう掛け合いになるような、そういう意味を含めたそのアンドオールっていうことだと思うんですよね。ちょっとやってみましょうか。そのラッパとホルンで434と、ワン、ツー、スリー。はい、タッタターとスタッカートになりやすいので、タンタタータンタターというふうに、タッタターと短すぎないように気をつけましょう。もう一度どうぞ。ワン、ツー、スリー。はい、これが埋もれないように、ホルンとトロンボーンがくっきりと浮かぶように演奏するのがすごく大事ですね。そういう意味のそのフランス語の、学語がついてると解釈をしてください。はい、それから次の G のところですけども、さっきここちょっと飛ばしてしまいましたね。申し訳ないです。D のところです。 D の後、トロンボーン、ユーフォニウムのメロディーというのは、タン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 ラッタタ、これも短くなりやすいです。その普天8分音符16分というリズム、
それを短くならないようにして、特になりやすいのが30小節です。ランタタララタララッタタ、この音を飲んでしまう傾向にあるので、これを気をつけましょう。でそれを同じように、G になった時に、今度はそれはトランペットにメロディーが移ります。そのメロディーの時にもタッタタとなりやすいので、これを気をつけて演奏しましょう。あともう一つ、オブリガードにもそのリズムが出てきます。31小節目のホルンアルト、これも短くなりやすいです。スラーでかかっているので、その普天八分符はすごく飲み込みやすいです。48小節フルート、オーボエ、クラリネット、これもそうなります。ダガダガラッタタタリラリアンパパーン、この違いはかなりあると思いますので、普天八分符の響きを大事に演奏するのがすごくいいかなと思います。では、全員で演奏しましょう。D から全員でやって、H まで、 D から H まで全員でやってみます。はい、いきます。1 2 3。はい、ありがとうございました。今の演奏はすごくイヤンタターンという響きが良かったので、すごく良かったと思います。これがラッタターとなってしまうとすごく幼い演奏に聞こえますので気をつけてください。はい、じゃあ次は、H のところです。ここはサウンドがすごく崩れやすいところだと僕は思っていて、やっぱり3連符をこうアーティキュレーションをつけて吹くということでかなりサウンドが崩れやすいです。なので今ちょっとゆっくり練習をやってみますので、H から全員でかなりゆっくりテンポでやりますので、サウンド、音の中身を大事にして自分の歌はメロディーだと思って吹いてください。3、はい。だけで練習してるともうこういう音しないんですよね。タラタッタタタラタッていうに、要するにここだけで吹いてしまう、口先だけで吹いて息を使わなくなる。で結果的にはタンギングの音しか聞こえてこないっていう、よくあります。この曲だけじゃなくてこういうパターンは大体そうですね。なので息をたくさん使ってこの音の中身を感じて吹くというのがすごく大事です。もう一度やります。はい、3、はい。でこれをだんだんテンポを上げていってインテンポにしていくということですね。じゃあインテンポでやってください。はい、3。はい、こういうところで最初にお話しした基礎ができているとできてないとの違いはこういうところですごくはっきりと出るので、やっぱりテンポをゆっくりと練習して音を作っていくという練習は少し時間をかけてやればいいかなと思います。はい、今の音の方がすごく良かったですね。はい、じゃあそのまま次へ行きます。 I ですね。ここは、クラリネットホルン、まあ、58からハーモニーをやってるんですけども、クラリネットとホルンで全く ほぼ同じハーモニーをやってるので結構音が鳴ってしまいます。なのでここのバランスをうまく取らないとオーボエのソロを消してしまうという現象が起きますので、ここはかなりバランスを注意してやるといいかなと思います。それからそのハーモニーが進んでいくと64小節ですごく印象に残る和音が出てくるんですよね。ちょっと今やってみます。
クライネットホルンの人で、62番からやってください。はい、3。次です。ここ。はい、この和音、これは半音でぶつかっていて、コードネームでいうと B フラットマイナーという和音に正が入ることで、その正とデスで半音でぶつかって、こういうのを B マイン、アドゥナインって言います。ナインスというのがその正の音になるんですけども、それがすぐ近くに来るということでアドゥナインって言い方するんですけど、この和音はすごく特徴があるんですよね。で、これを半音でぶつかっているから隠すというのはあまりやらない方がいいと思います。といってもあんまり表に出すぎるのもおかしいので、適度なバランスがいいんですけども。もう一度やってみます。今のところかな。3。はい。はい、ちょうどそのナインスの音がぶつかって、最後これはアスドアに解決してますけども、ここはすごく美しいところなので、この和音はすごく大事に吹いてもらえればいいかなと思います。はい、それとここはオーボエのソロが、ずっと続くんですけども、オーボエのソロに非常にこうぴったりの音域ですごく歌いやすいところです。特に後半が歌い込みやすくなっているので、この楽譜もそう書いてあります。61小節からクレッシェンドをして、ここはここだけクレッシェンドしてくださいって意味じゃないんじゃないかなと思っていて、ここからさらに歌い込んでほしいっていう意味でクレッシェンドが書いてあると思いますので、ここはオーボエの人はすごく聞かせどころですね。はい、じゃあ全員でそこやってみましょう。 I から、全員 I だけ演奏です。 J までやってください。はい、3、4、1。バランスを大事に。歌い込んで。はい、そうです。はい。はい、ここマリンコニアという楽語が書いてありますけど、まあ一番最初に出てくるのは悲しげにという意味ですよね。そのこうオーボエの哀愁感のある音がすごく適しているので、ここはすごく中間部でオーボエが、うまく吹いてくれるとすごくポイントが高くなる場所かなと思います。で、そのオーボエのソロを受け止めるように65小節のトロンボーン、シンコペーションです。タンタンとありますけど、これはもう伴奏というよりはメロディーだと思って、オーボエのメロディーからタンタンって適度な主張があった上でのディミネンドにならないと、これが聞こえないとメロディーが一瞬どっか行ってしまうような感じになってしまうので、ここは気をつけてやった方がいいかなと思います。はい、それで次は J のところです。J のところは、少しテンポを上げるという指定ですね。このポッキッシモ、ビューモッソというのは少しテンポを上げる、非常に少しっていうことらしいんですよね。で、これがあまり上げようという意識が強すぎると、ここのメロディはバスーンとファーストホルン、ユーフォニウムなんですけど、これがタララララみたいに寄ることがよく多いです。ここは十分テンポを注意して、ティラリララリラ、ここういうところはすごく変わり目は大事に吹かないとすごく滑ってしまうので気をつけましょう。はい、それからここはクラリネットなんですけども、これもこの間高校生で練習して間違ってたんですけど、これをタイだと思って吹いてる人が結構います。スタースタースターって、これはタイではなくてスラーなので8分音符は単音になります。スタータースタータ。で、練習では少しはっきりめについて練習しておくといいと思います。ちょっとやってみましょう。そのクライネット、ちょっとわざとらしく8分音符をはっきりめで。3。はい、はいはい、このぐらい思い切りよく練習をしておかないとこの8分音符は見えなくなります。でも最終的にはこれだと不自然なので、スタータースターター、やっぱり四分音符の方に、
表情があって8分布が少し隠れるような感じがいいと思うんですけど、でも全く見えないわけではないですよね。はい、じゃあ単元に戻してもっとメロディックにしてください。3、はい、はい、そうです。はい、今のように8分音符が適度な、タンギング、それから適度な抜き加減でやるとすごく美しいです。それにここの和音もすごく綺麗ですよね。これだけで十分音楽になるので、ここはクライネットがすごく重要なパーツになってます。はい、それから、先ほど言ったそのメロディーが転びやすいというところを注意して、でバスーンと1番2番ホールユーフォニウムのこのユニゾンがすごく美しく響くと、これはチェロみたいな音がする時があります。イメージはホルンとユーフォニウムのユニゾン、豊かな音にバスーンが輪郭をつけるようなイメージ、そうするとチェロみたいな音がする時があるんですよね。はい、やってみてください。はい、せーの。バスーンの人はできればビブラートがかかるとよりチェロっぽくなりますよね。もっとビブラートをかけて主張してください。もう一度、3、はい、はい、そうです。はい、ここのユニゾンとその音色を工夫するとすごくいいかなと思います。それから次はフルート、オーボエ、アルトサックス、グロッケンなんですけども、72小節目、まあ70からメロディをやってるんですけど、72小節目の4拍目がちょっとこう細かいふわりになっているので、これが慌ただしくなりがちなんですよね。タタカタタと、そうならないようにここはすごく優しいレガートの音色で吹くのが大事なんですけど、ちょっとやってみてください。70のアーフタクト、はい、そうです。はい、なかなかこういうふうにならないです。ティーターターガダダーとこう音が離れてしまうというか開いてしまう、そういう傾向にあるので、ここの4拍目はすごく丁寧に演奏しましょう。となるとその J からのそのポッキシモピューモッソっていうのが早ければ早いほどここがより慌ただしくなってしまうので、ここのテンポ設定はすごく大事ですね。それからその73小節目は今のメロディーと同時にファーストクラがオーボエのソロと同じテーマを歌い上げるように作られています。ただしこの音は、あまり聞こえてこないです、というか聞こえにくいんですよね。今ちょっと2パターンやってみますので、楽譜通り73の3、4拍でディミネンドがある人はそこからディミネンドしてみます。でクライネットファーストはピアノで入ってみます。で全員で、70小節からやります。73のディミネンド楽譜通りやってください。1、2、3。ここにいるので、比較的聞こえやすいですけど、ファーストクラが2列目にいるなんていうセッティングの学校もありますよね。なのでここはちょっと工夫をして、僕はこのファーストクラすごく聞きたいなと思っているので、ちょっとやり方を変えてみます。ディミネンドを73入ったらすぐに消えていってください。で今までよりもモルトディミネンドにしてください。でクライネットは、優しい音で優しい音で表情をつけてピアノで吹いてください。はい、もう一度70からどうぞ。1、2、3。ディミネンド。はい、少し聞こえ方が変わると思うんですよね。このどういうふうにやるかはそのやる
人によって変わると思いますけども、こういうメロディーが隠されているということですよね。どうしてもここが埋もれてしまうので、僕はこっちを聞きたいなと思っているので、少し早めにディミネンドしたらいいかなと思っていました。はい、それから、ホルンとユーフォニウム、チューバももう少し今メロディーに対して残っちゃっていたので、スタート、もうそこでディミネンド完成させて、次の2分音符は小さいままで吹くような、そのぐらいのバランスでやってもいいかなと思いました。はい、じゃあこれを全員でやってみましょう。J から、次の78、K までか、K まで、JK まで全員でやってください。3。はい、よかったと思います。じゃあ次の K のところです。K はここは主旋律ラインがすごく明確に聞こえにくいんですね。主旋律は、ファーストクラ、その後セカンドクラ、サードクラとだんだん、こう加わるようになっていて、だんだんこう増えていくんですけども、このラインがちょっと見えにくい傾向にあります。なぜかというと、もう一つの8分音符の「ティラリラタリラリ」という音域と近いからなんですよね。で、この8分音符系の方が出過ぎてしまうと主旋律ラインがくっきりしなくなります。はい、そこちょっとやってみましょう。木管、テナー以上木管、それからユーフォニウム、はい、その人で、K からやるので、ファーストクラだけ73からやってください。341 K、 主旋律を浮かばして、はい、はい、そうです、はい、そうです。で、76あたりから中音が入ってくるので、さらにこう対旋律の方が厚くなるんですよね。で、主旋律ラインっていうのは厚くなっていかないんですよね、あまり。なので、ここのバランスがすごく大事になります。やっぱり主旋律がくっきりと聞こえる演奏の方がいいのではないかと思います。はい、それから、その後です。80、81、ここは木管もトランペットも3連符でやってるんですけども、木管の方はアクセントがついてます。で、金管の、トランペットの方はテヌートになってます。これが同じ、正確にならないように、タッタッターっていうアクセントに対して、ララリララララとトランペットの方はテヌートっていう、この表情の違いが大事ですね。はい、じゃあその2小節を、80、81をやってください。グロッケも入ります。せーの。はい、はい、そうです。ちょうどこう「タッタッター」っていう呼びかけに対して「ララリララララ」とこう答えるような、対話になるような感じだと思うんですよね。だからこう性格が違うようになってて、アクセントとテヌートになってる、そういうふうに解釈するといいのかなというふうには思っています。はい、それではじゃあ全員でその K から L までを全員でやります。ファーストクラーだけ873からお願いします。341、はい、ありがとうございました。じゃあその後後半ですね。 L から、ここからは前半とほぼ同様なので、前半を応用させる、前半でやった練習を応用させるということが大事です。ただし、やっぱり音楽的には前半よりも一段こう勇ましくなって、
返ってくるようなイメージがいいかなと思います。はい、じゃあそこを、L から115小節目まで、はい、そこまで全員でやってみましょう。はい、ワン、ツー、シッ。それからその後です。失礼しました。P からは、ホルンのリズム。これがスネアドラムと一緒にやってるんですけど、これがなかなか難しくて遅れやすいです。タタタタタ、この2拍3拍あたり、タイのせいで遅れますので、タイの関係で。なので、ホルンとスネアドラムで一緒によく練習をして、ぴったりと合わせるということが大事だと思います。それからバスパートのセーブがすごくこれはかっこいいので、あの英雄的なメロディーが来ていますので、このパートをいかにメロディックに聴かせるかで音楽が変わってきます。つまらない吹き方をしないようにというのが大事ですね。伴奏ではないので、ここはぜひここは工夫してみてください。それからトロンボーンに124小節目にベルト音が出てきます。1パンパンパン、これはフォルテピアノって書いてあるので、フォルテをしっかり聴かせた上でのピアノにしないとくっきりしません。フォルテがあった上でのピアノになるようにこれは注意してやりましょう。それから125小節目のクライネットの譜面をスコア見ると分かるんですけど、ファースト対セカンドサードなので、これはすごくアンバランスになりやすいです。なのでこう均等になるように音量の調節をして、バランスよくダガ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 みたいになるとちょっと都合が悪いので、そこはちょっと注意をした方がいいかなと思います。それからタンバリン125小節目から、そのタタタスタタタタスタってこうかっこいいところにアクセントがついているので、これが全体の音楽をリードしていくようなイメージでアクセントをこう有効に使う、これはすごく大事なところだと思います。はい、それから9のところ、9のところは突然タッタッタッと譜面が優しくなるので、ここで転びやすいです。タタタッと8分音符が転びやすいので、ここは少し念入りにタッタッタッと音の間合いをうまく取っていかないとタタタッと転びやすいので気をつけましょう。それからフレーズはこのアクセントとテヌートで分かれているので、この楽譜の通りタッ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 と1タタタっていうふうにフレーズやっぱり捉え直さないとタタタタタタタと棒吹きになってしまいますので、このマークの通りにフレージングを捉えていくことがすごく大事な要素となります。気をつけてやりましょう。はい、それからラスト R のところ136小節、ここのトランペットホルン一番トロンボーンなんですけども、全部の音にアクセントがついてるんですけども、タイでつながるところのアクセントを有効にするとすごくリズムが出ます。そうするとタタ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 となるので、4拍子の中に3拍子が入っているタタ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 タみたいに聞こえるんですけど、それもすごくかっこいいかなと思いますので、そのタイでつながる時のアクセントを大事にしましょう。それから137の木管のこの3連符、これがなかなか難しいです。なのでここはスラー練習をやるとすごく効果的です。ちょっとここは一回やってみましょうか。はい、137の木管どうぞ。スラーで1、2、3、もう一度1、2、3。はい、スラーのやり方は一拍スラーでもいいですし、二個スラーとかでもいいですし、とにかく音にするということが大事です。もう一度いきます。で、一拍スラーでゆっくりやります。3、はい
もう一度3。はい。はい。タンギングでインテンポでやるとこんなに息を使わないと思うんですよね。なのでロングトーンで練習する、スラーで練習するというのがすごくいい練習になります。はい、じゃあインテンポでタンギングでやってください。ワン、ツー、スリー。はい、こういう練習を繰り返しやっていくことでここが吹けるようになっていくのではと思いますので試してみてください。それからラスト、トロンボーン以下バスパート1、タタタン。これもこの間高校生でやった時にタタタッともう四分音符がすごく短くなりました。3連符1個分になっちゃうので気をつけましょう。タタタン、タタタン。これが長いと短いとでかなり音楽の印象が変わります。で、次自由曲が待ってますよね。その時の印象も変わってくるので、タタタッと止めないようにここは気をつけましょう。はい、では最後のところを通して終わりにしたいと思います。115からラストまでいきます。ワン、ツー、スリー。以上です。課題曲の3のクリニックはここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。